ありがとうございます。皆さん今日拠点病院とか今セカンドオピニオン、あるいはそのがん相談室がありますよというようなお話がありましたけれども、まあ、拠点病院というのをご存知だったという方はいかがでしょうか。ここに来る前にがん診療連携拠点病院、ご自分がかかっている病院がそういう病院かどうかとか、あるいはこの言葉を聞いたことがあるという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。半分いくかいかないかぐらいですかね。それではそういう拠点病院などに行くとがん相談室というのがあって、がん相談を、受けてくれるということを知っていたという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。利用したことがあるという方はいかがでしょう。少し少ない人数ですけどいらっしゃいますね。はい、今矢野先生の方から、まあ、がん相談とセカンドオピニオンってどこが違うのかっていうようなご説明、とても丁寧でよくわかる説明がありました。違いを理解した上でぜひいろいろな形でそういうものを利用できるといいなというふうに思いながらお話を伺っておりました。それでは続いてですね、よろしいですか。はい、一点ちょっと追加でお願いします。今矢野先生の方からがん相談のこととセカンドオピニオンの詳しく説明してもらいましたけど、あと金沢大学では今後ですね、膵がん教室というものを立ち上げようかなと思ってまして、ちょっと最初一般の方全員まで対象するちょっとまだ決めかねているんですけれども、まあ、内科医、外科医、そしてあと地域医療の連携、まあ、事務の方とか、あと栄養士の方とか、いろんな薬剤師の方とか、いろんな業種の、方に入っていただいて、月1回ぐらいの割合で、まあ、秋ごろから立ち上げようかなと思っていますので、まあ、ちょっと宣伝になってしまいますけれども、そういったものも予定しております。ありがとうございます。膵がんに関するお勉強がというか、若林先生どうぞ。追加させていただきますと、今がん診療連携拠点病院の話されましたが、まあ、石川県5つでしたっけ、決まってますが、必ずしもその病院でなければできないということではないですね。がん相談室とかセカンドオピニオンは公立の基幹病院であれば、まあ、手前味噌ですけど私の病院でもしてますので、必ずしも拠点病院行かなくても近くの病院でもやってるところがありますので、そちらへ気軽に行っていただければいいと思います。すいません、私の、発表した資料の13ページありますね。そこの最後のスライドのところに石川県のがん拠点病院と、それから石川県が指定した拠点病院ですね、若林先生の済生会金沢病院も含めて、こんなこう丸っこい絵で書いてますね。ここのこれがですね、いわゆる国あるいは県が指定した石川県の、まあ、拠点病院、それからそれに準ずる病院ですので、まあ、ぜひここを利用していただきたいと思います。13ページの最後のスライドですね。はい、はい、先生方補足いろいろありがとうございました。まあ、拠点病院とかなるにはいろいろな細かい条件があるので、別にその拠点病院じゃないとできないということでは決してないよというようなことでお話が、ありました。はい、そうですね、次にお伺いしたい質問が来ているんですけれども、太田先生、手術についてちょっと、質問が来ておりまして、まず、2点あります。1つはですね、まあ、膵がんということだと思いますが、手術をしたけれどもその後例えば肝臓などに転移をしたと、そういった場合の対応はどうしたらいいのか。おそらく、もしかすると肝臓もじゃ手術でなんとかならないのかとか、そういうご質問かなと思います。肝転移に対する、まあ、治療ですね、それについてちょっとお話しいただきたいのと、もう一点ですけれども、お話の中で、手術の前に抗がん剤をやって、まあ、少し小さくしてっていうようなお話がありました。この辺のところについてもう少し詳しくお話ししていただければと思います。お願いします。はい、ですね、手術がうまくいって後の治療ですよね、治療っていうか再発、常に再発がつきまとうわけですが、
膵臓のがんの手術をした後でやはり一番多いのは、肝臓ですね。ですから血管を伝って血行性転移と言われています。ですから外科の先生が完璧に手術してきれいに取ったよと言われても、その約7割近くが肝臓に転移をいたします。で、残り2割ほどがお腹の中の腹膜播種といった状態で、お腹の腹膜ですね、小腸とか大腸のその腸管の膜のところにがんが再発する、腹膜播種が2割程度、そして残り1割はまた、肝臓以外のその手術をしたところの局所というところもあります。ですからその手術をして安心しているのではなくて、やはり自分はその残りの3割じゃなくて、都合のいい3割じゃなくて7割の常に肝臓に行く可能性が高いということで、その常にいつも見ていただいている先生にですね、肝臓の検査ですね、一番分かりやすいのは、CT 検査だと思います。ただ造影剤を使わないとなかなか分かりにくいんですが、造影剤を使ったCT 検査をすることで肝臓の転移を比較的早く診断することができます。まあその画像の前に少し血液の腫瘍マーカーという値が動けば、まあ多くの場合肝臓ということを標的にターゲットを絞って検査することもできますので、そういったことを常に頭の中に入れて、治療を受けていただきたいと思います。それと手術の成績を上手にさらに良くするということの一つの工夫として、手術前に抗がん剤治療をするその必要性があるということで、先ほどお話をさせていただきましたが、取れるか取れないかわからないような進行した時の抗がん剤治療とは違うんです。確実に今すぐに取ろうと思えば取れますよという切除できる膵がんに対して、あえてじっとすぐ手術をしたいという気持ちを抑えてですね、抗がん剤治療をするんです。そうすることによって非常に欠点よりも長所が多く得られます。まあそういったことで現在は、2ヶ月間の化学療法をしてから手術をするということにして相当いい成績が出ています。ただ今日はちょうどですね、私がその治療を一番最初に、適用したご患者のご家族の方がちょっとおられるんで、その時のちょっと気持ちを聞いてみたいなと思うんですが、浦山さんもしも差し支えなかったら、その時どんないろんな思いがあったかちょっと聞かせていただければなと思います。これも普通だったらすぐ手術ですよね。それをしかもご主人はあえて医療関係者なんです、まあ、そういうことでちょっとお話を聞かせていただければなと思います。今千葉に住んでおります浦山と申します。2008年の3月1日に近所の開業医さんに行ったら閉塞性黄疸が出てるということで、それですぐ再生会の若林先生に紹介していただいて、その時にまあ、ERCP は本当に北陸随一と言われる若林先生に、ね、していただいたんですけど、その結果やはり膵臓がんだということで、それでまあ、主人も製薬会社でオンコロジーの所長をしてましたので、じゃあ太田教授に何とか見てもらえないかということで、すぐ金沢大学の方にまた行きまして、それで検査の結果残念ながら膵臓がんということ で、その時に太田教授が、私も一緒に入ったんですけれども、僕の家族が身内がもしこの状態だったら、あえてすぐ手術しないで抗がん剤治療をやってから、がんを小さくしてからそれで手術をしましょうということで、その時はもう本当に私も今すぐどうして取れないんだろうとか、本当にすぐ切ってほしいなという気持ちはあったんですけれども、主人は
もうがんっていうのは生まれながらにしてみんな持ってて、それが早く出る人と死ぬまで出ない人とやっぱりそれぞれ違うから、もう僕は太田教授の言われたことを信じると言いまして、それで約3月1日から再生会にいて、近代のメニューで抗がん剤を受けさせてもらって、5月の19日から金沢大学に入りまして、それで6月の3日に手術したんですけれども、その時に本当に太田教授に、あ、こんなに、ね、術前の、化学療法が効いた患者さんは、ね、ないですよって言われるぐらい本当にがんが小さくなってました。でそれでやはりその主人はあまり吐き気とかそういうのはなかったんですけれど、やっぱりちょっと発熱したりとかそういうことありましたけれども、今現在も本当に水頭十二指腸手術、まあ、金沢大学で12時間以上かかった手術でしたけれども、本当に最初は管ばっかり、ね、本当につないで、はあ、こんなんで大丈夫かしらと思ったんですけど、うん、今も現在も転移もなく、今は千葉県がんセンターで、去年まではジェムザールと TS1 を8月まで併用してたんですけれども、今は去年の9月から TS1 だけの服用で月に1回薬をもらって検査はしています。で現在も、まあ、3ヶ月に1回ずつはCT 検査もしています。で、まあ、現在千葉県がんセンターで治療を受けてますけれども、仕事柄国眼東の先生や亀田総合のね、有名な教授とかにも皆さんからこんなに元気な膵臓がんの患者はないと言われるぐらい、本当に金沢大学の手術の取り切る、大きく取り切るというところに、皆さん金沢大学はすごいな、いいところで手術してもらったなって本当に言ってもらっています。でやはり先生もおっしゃいましたけれど、免疫を高めることが一番大事だと思ったので、私もいろいろ勉強したんですけれども、やっぱりヤクルトとかヨーグルト、それから柑橘類ががんにはいいということで、毎日レモンを絞ってそれに夏は蜂蜜を入れてレモネードにしたり、で主人もヨーグルトは大嫌いだったんですけれども、これはがんに効くよって言ったら途端に食べるようになって、もう本当に毎日元気で暮らしていけるのも、やっぱり自分ががんになってしまったことを、ね、悔やんでもしょうがないから、前向きにやっぱり戦うっていう気持ちで、やっぱり今まで生きてきたことに本当に感謝するっていうのが家族の中でもあって、今まで何気なく、あ、お父さん単身赴任で楽だできるわと思ってたのが、あ、本当にやっぱお父さんのおかげだったっていうので、家族全員が絆も深まって、がんになって改めてみんなの死生観も変わって、あ、がんになってありがたかったなっていうふうに今は思ってます。まあ、これも本当に金沢大学の先生のおかげです。ありがとうございました。ありがとうございました。実際の患者さん、ご家族の方ということで、本当にリアルなお話いただきました。ありがとうございました。今日は診断をしてくださった若林先生と、それから治療なさった太田先生といらっしゃるということで、はい、ありがとうございました。